リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はハンドリングしておりません。はい、普通にね、リント日記やっていこうかなと思いまして、LED のね、配置を変えたんですよ。まあ、変えたのは昨日一昨日ぐらいかなに変えたんだけど、せっかくなんで紹介していこうかなと思って、日記としてね、動画を回しております。はい。まあ、ハンドリングはね、この後やります。はい。でね、LED の配置を変えたのが、あそこなんですよね。モモンズのところの配置をね、変えて、もともと、この、モモンズの、袋モモンガケージのね、奥にあるライトっていうのは、このパソコンの周りに置いてて、この裏とか、この裏とかに仕込んでたんですけど、なくてもいいなと。で、特にその裏で光ってても、なんか、あんまり、レイアウトとしてね、大したことないなと思って。で、ここはね、裏にあるんですよ。このバルタン星人の裏。そう。バルタン星人の裏をね、置いてて、あそこのバルタン星人をね、光らせるのにね、ちょうどいいんですよ。ちょっと消すと、ちょっとね、暗くなっちゃうのね。そう。あそこはね、光ってるといいなぁと思って、あそこは入れてます。で、他のモニターの裏に、モニターがね、1、2、3、4、5個ってあるんだけど、この5個のうちの、まあ、5個全部にね、ついてたんだよね。なんだけど、ここのやつを全部取っ払って、あっちに配置しました。で、今、モニターはこんな感じね。作業する用だったりとか、ツイッターとかを見るようにね、縦置きにしてるモニターと、まあ、テレビなんだけど、もうテレビとしては使ってないモニター、メインのモニターと、ここね、モニター同じ画面が映るようになってるんだけど、ここはね、まあ、YouTube を再生したりとか、あとは、こっちのモニターが移動できるようになってて、ちょっと、なんだろう、移動させて、例えば、ベッドの横に置いたりとかして、使ったり、あとは、スイッチのね、ゲームを配信するときに、ここのメインモニターとここを入れ替えできるようにしてるんだよね。あそこのところで、こう、線で付け替えにはなるんだけど、ここが入れ替えできるようになってるので、すると、ここがただのスイッチの画面になって、ここのメインモニターがここに来るっていう設定をね、一応やってるんですよね。で、その時に、使い勝手がいいので、二つって感じでね。最近スイッチの配信全然してないんだけど。そう。難しいことね、言ってる気がするんだけど。そう。このモニターを普通のテレビとして使う場合、ここのモニターがね、なくなっちゃうので、このモニターを、ぴょんってこっちに移動させて、すると4画面はそのまま、って感じで使えるんですよね。なので、4画面そのままにして、この子をね、このモニター代わりにして、テレビはテレビとして使うみたいなこともできます。はい。まあ、最近めったにやってないで、基本この状態。で、まあ、その LED をね、移動させて、あっちにつけました。で、あっちね、LED がもともと4本だったんだよね。で、もともとの4本が、これ8本になったんだけど、そのうちサバンナモニターちゃんが来たんで、サバンナモニターちゃんの下のところにもね、光るように設置したかったんですよね。なんで、ここに1個と、ここに1個と、ここに1個と、あそこに1個で4つにしたのね、ひとまず。で、もともとは、1本がここ。ここにある1本がね、ここの1本として使ってたんだよね。で、あの1本は変わらず、コレクション棚用のやつね。で、ここに今入ってる1本が、モモンガちゃんの上の方の形状を照らすようになってて、で、今、サンショウちゃんのところに入ってる LED がこの2番目を照らすようになってたんだっけれども、全部、サンショウ専用に1本入れて、で、サバンナモニターちゃんに1本入れて、で、レオパも変わんない。ここも変わんない。なんで、この2本をね、モモンガちゃんのところから下にずらして、で、モモンガちゃんを一部屋ずつ照らせるようにしました。あの上と、
こっちの上と、そことそこ。で、あと横にね、あの、冬用の、なんて言ったらいいんだ？あったかさを保つやつ。なんて言ったらいいんだ？日本語は出てこないぞ。防弾？防弾は直帰だな。ん？ま、あの、ビニールで覆ってあげて、あの、暖かさを保てるようにっていうビニールを、もう日本語がぐちゃぐちゃだ。あの、その、ま、ビニールを設置しました。で、冬場はね、あの、私が家を離れてて、ちょっと暖房がね、全部、こう、低温状態にしてるときは、この上全面に、あそこにある毛布をかぶせていく形を取ろうかなと。なんで、あの、断熱がね、いいように。断熱だ！断熱材としてね、やっております。はい。なんで、こんな感じで、ここら辺の、LED を調整して、もう一匹ずつに、一匹ずつとか一部屋ずつに行けるようになりました。なんでね、レオパは変わってないね。いつも通り。ロッペ様はね、あそこにいるしね。ロッペ様はあれ、尻尾だな。顔が、お、見えた。はい、ロッペ様。サンショウちゃんはね、こんな感じ。ちょっと濁ってるね。掃除はしてるんだけど、やっぱりね、ちょっと濁りやすくなるね。あの上にいるね、一匹。あとは、多分この下にいるね。あ、いるね。顔出てるね。もう一匹は？もう一匹ね、多分ね、この中の奥にいると思うわ。この橋の下にね、多分2匹いて、こっちに1匹だわ。で、サバンナモニターの、シェフィーは、今水辺にいるね。本当に好きだな、あなた、水の中。寒くないの？まあでも、ちゃんとうんちもしてるし、問題なさそうなんだけどね。うん、問題なさそうだから全然いいっちゃいいんだけどさ。寒くないのかいって思う。で、ここが、ギョロメちゃんとハルくんのお部屋です。で、今ね、預けてるハルくんとウララちゃんは、このお部屋にしようと思ってます。こっちをハルくんじゃない、ウララちゃんにして、こっちをハルくんのお部屋にしようかな。ハルくんじゃない、ハルくんのお部屋。もうぐちゃぐちゃだ。今日日本語ダメだな。はい。なんで、ハルとウララっていう感じの部屋にして、隔離した状態で、うんちとかもね、すぐ片付けられるようにしようかなと。そのエンセファリトゾーンっていうのは、あの、うんちから移る可能性があるっていうことなので、うんちはね、その変なところに飛ばないようにっていう形で上で二人とも隔離っていう感じですね。まあ、結構ね、治ってきてるっぽいお話を伺ってるので、この調子でいけばってところですかね。で、ここはね、あの、いつかうちの、ね、もともと飼ってたパッチちゃんがね、あの、ギョロとハローがね、もし子供を産んでくれたらね、その子をパッチ2世としてここに入れてあげようかなっていうところです。はい、まあこんな感じでね、お部屋のレイアウトを変えて、で、そう、遊ぶ時用のパーカーに完全に切り替えた、あの、フクロモモンガのシュガーグライダーパーカーかな。もうね、汚れちゃって、この辺。この間も言ったんだけど。そう、これね、ミルクなんですよ。ミルクの後でね、洗濯してももう落ちないのよね。まあ仕方ない。もうなんで完全に部屋着状態ですね。あと、ハロがね、もう力が強くて。だからね、力が強いんで、ハロくんの手に乗っけるとね、結構傷だらけになるから、素肌でね、遊ばないようにっていうところで、これにしてます。まあ手が傷つくのはいいんだけど、腕がね、傷ついてって、なんかリストカットみたいなとかできるからね、ちょっとそれはね、あれかなと思って。で、あとはこの辺は LED の配置は変えてないですね。LED の線がね、この奥の方に一本ブワーっとなってて、ベッドの横を通って、で、この裏ね、あそこも光ってっていう状態。
と、まあガチャガチャがあったり、ここにソファーがあったり、このテーブルはね、あのパソコンにこうやって座ってる時にも使えるし、ここにねソファーあるんで、こう来客が来た時にこうお酒を一緒に飲んだりする時にこっちでこうやってね座ってもらって、ここにお酒を置いて2人で飲んだりとかできる状態ですね。だいたい私はその椅子に座ってることが多いんで、と、うん、お水、1日2リットルぐらいを飲むようにしてるお水、まだ上ちょっとしか飲めてない、残りごくごく飲んでなくすと思います。あれはね、あの煮沸消毒というか、一回あの水をコンロにかけて温めた後、ちょっと冷えるの待って、そのまま冷蔵庫で冷やしたお水。なんとなく煮沸してます。理由はないです。別に札幌のお水ね、そのまま飲んでも飲めるんだけど、一応煮沸してます。で、あの何、浄水器はつけてないんで、浄水器まではね多分いらないと思う。なくても全然飲めるし、ただなんとなく煮沸してますね。その煮沸してる水を何個か作っておいて、あのペトちゃんたちのね、あの水分補給用の水として使ったりだとかって感じにしてますね。はい、こんな感じかな。いや、 LED をね変えたことによって、こうちょっと遠巻きから見てみるかね、遠巻きから見てみるね、こんな感じ。いや、なんかね、やっぱ自宅じゃない感じがする。あと、そう、あれね、3COINSで買った、月のライト。ちょっとね、コンセントタイプじゃないんで、ボタン電池タイプなんで、ちょっとね、つけっぱにしてると切れちゃうんだけど、あれ、インテリアとしていいですよ。ボタン電池は、100均で買えるしね。あれ、300円だから。うん。だから、めちゃめちゃコスパ的にはいいと思うよ。インテリアとしてもね。あとは、そうそうそう、あと、たまにね、あの動画で報告したことは全然ないんですけど、あそこにプラネタリウムがねあるんですよ。プラネタリウム、これちょっともらいまして、プラネタリウムたまーにつけて寝てます。ただプラネタリウムつけるときはこの LED 消さないと全然見えないんで、真っ暗にしてやってます。なんかね、ホームスターっていうやつ、星が輝くプラネタリウム。そう、なんかね、これに、その、何、板が入ってて、こういう、専用効果原板。日本の瞬く星空、天の川、とかって感じでね、入れて楽しめるやつ。で、あとはなんかね、四季の星空っていうのを、これは Amazon で買いました、ずいぶん前に。報告したこと全然ないね、でもね。うん。ほんと、ただ単に遊んでる。あとね、そう、ウルトラマンのやつもあるのよ、これ、原版が。これはメルカリでね、たまたま安く出てて、これね、普通に買うと7000円とか8000円とかって書いてたんだけど、なんかたまたま安く出てるのがあって、あ、1枚これ入れてるわ。ウルトラマンとウルトラセブンがあの中に入ってるわ。3000円だったかな?くらいでね出てて買いました。宇宙からの SOS とウルトラマン、ウルトラマンセブン、ウルトラセブンに出た怪獣って感じでね、その原版を、そう、バルタン星人とかねいましたね。これはそのうち、そのリント日記であれだね、あげるわ、使ってるところ真っ暗闇の中で。ロマンチックですよ。今彼女いないですけどね。あ、彼女は募集中でございますって言って、どうにかなるもんでもないんだけどね。うん、全然募集しておりますっていう感じで。はい。そうそうそう。こんな感じでね、生活をしております。でね、LED がね、こういう感じになってるので、まあ、なんかラブホテルみたいなこともできちゃうわけですよ。ちょっと色変えましょうか。あの辺は紫にしとこうかな。はい、紫になった。で、ピンクにしましょう。ほら。やばいよね。これ自宅だよ。変な家。ただね、LED のライトいいですよ。そう、今日の日記長いね。今日撮ってるの土曜日なんですけど。
なんかちょっとテンション上がってるからあれだね、日記長いね。たまには長い日記もいいんじゃないですか。うん、そう、ほんとね、色をこうやって変えれるから、ほんとね、パリピみたいなこともできるわけですよ。こういう感じで。あー、でもこれ目にくるね、やっぱり。うん、これはちょっとピカピカして目にくる。やっぱやだ。そう、こうちょっと青いね、感じとか、なんかクリスマスっぽいね、これ。でもなんかこのクリスマスの感じやだな。黄色あんまり好きくないな。ちょっと古いカラオケ店舗とかこんな色の時あった気がする。あ、オレンジもちょっと、赤は目にくるね。緑もあんまりだな。青系がやっぱりいいかな。あと私は紫が好きなんで、この紫の色はちょっと落ち着きますね。ただこの色眠くなるね。これでちょっと明るさを暗くしたら寝ちゃうよ。普段はホワイトっていう状態にしてるんで、過ごしやすいです。ホワイトだと。ちょっと薄暗いかなって感じだけど。でも、過ごしやすいですよ。かなり。あとはたまーにこの青色にしたりするかな。これね、ちょっと青系なんですよ。この白系もね、いいです。ちょっとピンクがかった白。あとは、これもたまーにこの色にすることもある。うん、ちょっとラブホ感あるよね。ただでさえペットがここにあるからさ、すごいラブホ感。下見るとすごいラブホだわ、これ。最近ラブホ行ってねえからな。あれだけど。うん、基本的にはやっぱこの白ですね。目に優しいです、この白が一番。よいしょ。そう、こんな感じでね、これアマゾンで1900円ぐらいで1個買えるかな。全部でね、1本2本3本4本かな。で、こっちの短いモモンガちゃんの後ろに入れてるのが1本2本4本セットで、4本1束なんだよね。で、4本1セットのやつが1、2、そしてこっちで3ですね。はい、全部買ったら、まあ多分1万円ぐらいしたんだろうけど、ちょこちょこ月に1本ぐらい買ってっていう感じで買い足していって、3月ぐらいには全部買ってたので、うん、って感じかな。そうそうそう、買い足して、でしかもね、電気代も結構安くて、普通に電気あれつけとくよりも実は安いみたいです、計算上ね。月の電気代もちょっとあの子たちの電気があるから、暖房とかねついてるからあれだけど、それでも電気代がおおよそ、4500円とか5000円くらいだったはずだな。au の支払いと一緒に電気代してるからちょっとあれだけど、この LED 結構過ごしやすくていいですよ。つけたまんま寝てても全然、私はまあ明るすぎるとちょっと寝れないタイプなんだけど、この明るさだったら全然余裕で寝れます。あと私ね、蛍光灯の光がちょっとダメで、蛍光灯の光を見ると頭痛くなるんだよね。でね、蛍光灯自体もあんまりつけたくなくて、まあ作業したりとか細かいことするときは蛍光灯のライトじゃないと、このライトだとちょっと見づらいので、明るい方がいいなっていう瞬間もあるから普通につけたりもするんだけど、その普通のね、ああいう電気はね、目が痛くっていうか頭が痛くなっちゃって、頭痛持ちなんで大変ですね。で、まあ基本的にこの部屋で過ごすんで、この部屋だけこういう感じの部屋にしてます。この部屋以外はね、普通の部屋です。ただ普通に電気つけてって感じ。こっち和室ね、だったり、和室兼コレクションがいっぱい置いてあったりとか、こっちは、普通に、リビングなんですけど、リビングは普通に電気つけてって感じですね。本当この部屋だけかな、こういう感じに。
やってる部屋は。うん。まあそんな感じでございます。ちょっとね、LED の配置を変えたりしていたので、ちょっとそのあたりでもね、報告できたらなと思って報告をさせていただきました。今日のリント日記はまあこんな感じのね、ご報告をする動画になりました。はい、この後ハンドリングしたりとかね、あとはあの子たちの餌入れたりとか、お世話ね、していきたいなっていうところですね。はい。ちょっと変なお部屋ですが、楽しく生活しているので、見守っててあげてください。なんかね、この部屋に対する感想とかあったら、コメントくださると嬉しいです。いや、なんかすごいな、この部屋とか、いや、りんとその部屋、なんかほんとラボコだね、みたいな感じでね。感想をいただけると幸いです。ということでね、本日のリンド日記はここまでとします。もう20分ぐらいダラダラとお話しさせていただいた状態にはなるんですけれども。はい、このあたりでお開きとしていきましょう。また次回のリンド日記でお会いいたしましょう。ということで以上、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。